はい、ブラッチャー大島です。今回ですね、野菜のかき氷のシロップ第2弾としましてですね、トマトのシロップを作りたいと思います。でまずはですね、こちらがフルーツトマトを使いますね。中玉とカラフルなトマト、売っていればカラフルの方が見栄えがいいですね。でこちらをですね、まずですね、湯むきしていきますね。でこっちの中玉の方をソースにして、こっちはそのままコンポートにして使います。でヘタを取ってもらって、お湯が沸いたらお湯の中に入れてもらって、だいたい3秒から5秒ぐらい入れてもらって、氷水の中に入れてもらうと皮がむけますので、皮をむいた状態で置いといてください。でコンポート用のシロップを作ります。まず水ですね、水を1リットルに対して 500g のグラニュー糖を、水が沸いたらグラニュー糖を入れてもらってかき混ぜて、沸いたらこちらの皮をむいたトマトの中にそのシロップを入れてもらいます。で常温で置いといてもらって、冷めたら冷蔵庫の中に入れます。で冷蔵庫に入れて1日半ぐらい置きますね。そうするとトマトの中にシロップが入りますので、そうしましたらこの中玉のフルーツトマトをですね、この中玉のトマトだけそのシロップと一緒にミキサーで攪拌してもらいます。でこれがソースになります。でこっちのプチトマトはそのままの状態で飾りで、あのかき氷の上に乗せるので、そのままコンポートの中に入れといてください。こちらはシロップにするのでミキサーで攪拌してください。でかき氷を作ったら、このシロップ、こちらで作ったシロップをかけてもらって、もう一回氷を入れてもらってシロップをかけてもらって、こちらのコンポートのトマトを上に飾っての乗せてもらうという形になります。少し酸味が、甘みと酸味がありますので、バランスよく美味しく食べれると思います。で糖度がもうちょっと足りないなと思ったら、あのコンポート用のシロップをかけてもらえれば甘みは足せると思いますので。であとですね、こちらコンポートになってますけど、こちらも凍らせるともうちょっと美味しくなりますので、プチトマトをコンポートにしたものを一回冷凍庫で凍らせてもらうと、より一層かき氷が美味しくなると思いますので、ぜひやってみてください。